みんなこんにちは。アテナくんだよ。アリの巣の中ってどうなっているんだろう。今日はアリさんにお話聞いてみたよ。こんにちは、アテナくん。私は働きアリ。みんなも知っての通り、私たちは土の中に巣を作るわ。土を顎でかじり取って、土の中にトンネルを作るのよ。2メートル、4メートルと深い穴を掘っていって、それを横にも広げて、たくさんの部屋を作るの。幼虫の部屋、女王アリの部屋、食べ物を貯めておく部屋、こうしたいろんな部屋をね。もちろん人間みたいに電気なんてないから、巣の中は真っ暗。でも大丈夫。私たちアリは真っ暗な中でも匂いで連絡が取れるんだから。私たちアリは匂いを言葉みたいに使って会話できるの。触覚で相手の匂いを嗅いで仲間かどうか確かめるの。あ、あなたは仲間ね。ここに餌があるわよ。だから暗いところでも明るいところと同じように生活できるのよ。それに実は土の中って冬でも暖かいし、夏でも涼しくて快適なのよ。よかったらあなたも土の中で暮らしてみる？アリさんどうもありがとう。でも僕は土の中は勘弁だな。それにしても土の中でも匂いで会話できるなんてびっくりだね。今日のまとめ。アリは深い穴を掘って、それを横にも広げて、幼虫の部屋、女王アリの部屋、食べ物を貯めておく部屋といった感じにたくさんの部屋を作る。真っ暗な中でも匂いで会話できるんだよ。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。